お疲れ様、うん、でした。お疲れ様です。お疲れ様です。長かったね。それではコーチングをしたいと思います。おいおい、コーチングとしましては、おい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 っていうのがまずコーチング。コーチはまず変えた方がいいですね。待って。よくないですか？今俺メモを取ってたんだぞ。メモ取ってたんだから。メモまで取ってた。字の練習でしょ。何かあるんだ。ありますよ。じゃあいいですか、僕のコーチングのお時間。いいですか、ドラゴンを取りやすいタイミングでミッドのフィズができることは、そのオブジェクトのタイミングで殺せなくても、うん、フィズのアルティメットを敵に当ててヘルスを減らしてみても大丈夫、はいはいはい、もう敵を帰らせたり、もうヘルスが少ないから今回ドラゴンギブしようっていう状況を作り出すために、ヘルス7割にするためだけのアルティメットを打って OK。まともやん、コーチングでしょ。でしょ。いや、それマジで、あーよかった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 。圧ね。そう、圧をかける中で尖ってるやつのウルトはやっぱ狭いとこに打つだけで、そう、今回ソロキルをね、ドラゴン取り切れたりするからね、結構してたからダメージ結構出るから、もうそのアルティメットを、まあその敵のヘルスを使うのに使っていいかなっていう、殺しきるだけなんですね。はいはい。でトップ行こう、これトップ行こう。45分また同じ作戦でトップ行って、ミッドを1回押して深めにレーマと刺したら、マジないし、向こうにかかるよ。トップ行くよ、トップ行くよ。犬イカミ、あれヌってどうかくんだ。じゃあ俺行っとこうかな。ヌって久々書くか分かんない、ヌトップにね、敵ね、ヌってこうか。いやでもこれでミッド取れるから。大丈夫大丈夫、これミニオンで犬イカミ。